にて116系ディーゼル機関車は、ソ連運輸通信省が1971年から導入した電気式ディーゼル機関車である。この項目では関連する他の形式についても記す。1953年に製造されたデッサン型以降、ソ連国鉄にはハリコフ機関車工場で開発された二ストロークサイクルディーゼルエンジンの 2D100 型をもとに、たエンジンが、 標準的に採用され、1960年以降は垂直重機等、出力 3000HP の重10 D100 型エンジンと直流手電動機を用いた本線用電気式ディーゼル機関車である手重系列の製造が行われていた。一方、1960年代以降ソ連における貨物輸送は飛躍的に増加し、さらに1976年から1980年の 国民経済開発計画の方針に基づき、さらなる高出力の感染向け貨物用、ディーゼル機関車が求められるようになった。だが、従来の 2D100 型を元にしたエンジンや、直流手電動機ではこれ以上の出力増強は難しかった。そこで、ソ連鉄道研究部は新たに4、ストロークサイクルディーゼルエンジンや、交流駆動装置を開発し、それを用いる、 新型機関車を製造する計画を立てた。これに基づき1962年以降ソ連各地の鉄道車両メーカーで試作機関車の製造及び試験が行われた結果、ルハンシクディーゼル機関車製造工場が開発した D49K エンジンが採用された。似て1 1 6系の設計、製造は ルハンシクディーゼル機関車製造工場による手動の元ハリコフ機関車工場などの協力を得て1970年8月から行われ最初の車両である2手116から001は翌1971年からモスクワ、ドンバスタン交換で使用を開始した。なお、形式名の2手116は設計番号116の2車体、連結式貨物用電気式ディーゼル機関車という 意味である。重連運転を前提にした箱型車体を有し、運転台は片側のみに設置されているが、短期での運用も可能なよう設計がなされている。重連時に各車両の往来が可能なよう連結面の扉にはゴム製のホロが備わっている。連結機は旧ソ連の鉄道車両における標準仕様である SA3 型自動連結機が用いられている。運転台は 開発に合わせて新規に設計されており、それまで製造された感染用ディーゼル機関車に比べ全面のガラスが大型化しているほか、機器類が搭載された車体部分から独立したモジュール構造となっており、騒音抑制につながっている。通風機が設置された屋根は取り外しが可能であり、車内に設置された機器を容易に交換することができるようになっている。 なお1973年以降に製造された車両は同時期に開発が進められていた2 10ボルト型に合わせて全消灯の位置や運転台部分の屋根の高さが変更されているほか2007年に製造された2 116夕方以降は再度全面のデザイン変更が実施されている2 116系の主要機器や台車は1968年から 東ドイツなど標準機の非電化路線向きに製造が行われたで1 0 9系ディーゼル機関車をもとに設計が行われている。車体内部に搭載されているディーゼルエンジンは16気筒4ストロークサイクルの 1A-5D49 型で、定格回転数は 1000rpm、出力は 2250kW である。内部の空気圧力を高めるため圧縮空気を 供給する二大下級方式が採用されており、一段目はターボチャージャー、二段目は延伸送風機で構成されているほか、双方の下級機の間にはインタークーラーを備えた単断式下級機が設置されている。これらを含めた総重量は17.65トンである。このディーゼルエンジンによって、HS-501A 型参照、交流動機発電機が駆動し、発生した。 交流電力はシリコン整流機によって直流電力に変換され、6機搭載された直流主電動機を並列で駆動させる。初期の車両の主電動機は ED-107 型であったが、2手116から052以降は ED-118A 型を用いる。この AC、DC 電源構造は2手116系以降に、 製造された電気式ディーゼル機関車にも採用されている。台車は三軸ボギー構造で、車体の重量は4箇所に設置されている、ゴムパイルを介して台車に伝わる構造となっている。車軸は独立喧嘩構造を用いており、初期の車両は各車軸に二重コイルバネ式を採用していたが、見て116から026以降の車両は、三重コイルバネに変更され、 静的たわみが 101mm から 126mm に増加している。1971年に最初の車両が登場して以降、ルハンシクディーゼル機関車製造工場で大量生産が行われた。その過程で前述した車体の設計変更や種、電動機の交換が行われたほか、資金不足などが影響し、故障が頻発した 1A-5D49。 軽エンジンについても1981年2月に実施された第26回中央委員会総会での定義に基づき改良が実施された。1991年のソビエト連邦の崩壊に伴いルハンシクディーゼル機関車製造工場がウクライナの鉄道車両メーカーになって以降もロシア鉄道、エストニア国鉄など各国の鉄道へ向けての増備が続き2016年までに 工述する発展形式を含め2176両が製造されている。基本形式である日テ116型に加え、各種試験や仕様変更に伴い以下の形式が製造されている。日テ 116G 石油資源の将来的な減少を考慮し、天然ガスを燃料として使用可能とした形式。日テ116型と同様の構造を有する2両の 動力車の間に圧縮天然ガスを液化させる極低温化装置や液化天然ガスを貯蔵する設備を搭載した中間車を連結したほかガス漏れに対応する警報装置などが追加された。1987年に製造されたものの十分な成果は得られず量産されることはなかった。1974年から1975年にかけて 日手116系のうち3両の制動装置を電気ブレーキに取り替えた形式。ブレーキはサートと呼ばれる制御システムに管理されており、試験運転によりブレーキ使用時の発電機からの使用電力抑制や速度維持などの効果が確認された。以降に製造された日手116型には、この電気ブレーキが標準的に採用されている。 1981年に4両が試作された形式。最大出力を8000馬力に増強したにて121型と設計を統一させた車体を有し、前面は衝突事故による被害を軽減するためのゴム製、ショックアブソーバーの上部に設置されていた。量産は行われず1990年代までに全車廃車されている。なお、 1982年に一両が試作された4両編成のディーゼル機関車である4手130型は2手 116A 型をもとに開発が実施された。1996年に一両が試作された形式。ディーゼルエンジンの出力が 2684.5kW に向上したほか、制度装置が電空併用ブレーキに変更された。 公式発表に基づく定格引っ張り力は 323KN に、最高速度は時速 120km である。2テ11 116U-00302 手 116U-011 メディアを再生する3テ11 116U-0012007 年から製造が行われた2テ116系の構造を近代化させた景色。ディーゼルエンジニア手電動機が より出力の大きいものに変更され、制御装置にマイクロプロセッサを導入したほか、車体に関しても全長が 18,700mm に延長され、前面も人間工学に基づいた新たなデザインに刷新されている。保守作業の簡素化のため自動診断システムを搭載しており、運転台に設置されたディスプレイで診断結果を確認することができる。 ロシア鉄道向けに量産されていたが、2014年、ウクライナ騒乱の影響を受けて、製造元のルハンシクテプロボーズの創業が停止した、ことで、2016年に製造されたニテ 116U-0339 号機をもって、生産は終了した。以降は、ブリアンスク機械製造工場によってニテ116型と同様の機器を用いた、 温泉用ディーゼル機関車であるニテ25ケム型の量産が実施されている。ニテ 116U 型を元に製造された形式には以下のものが存在する。ニテ116系の一部車両は、1999年以降、電車や、機動車と同系の付随車、制御車と編成を組んだ、プッシュプル列車に転用されている。メディアを再生する DT116 から003。 編成にて116系の間に、交流型電車である e r q p 型の付随車を6両、連結した編成に与えられた形式。ロシア鉄道が所有し、ボロネジ州やクルスク州で運用されたが、2019年現在、編成はすべて解除されにて116型も、貨物輸送に戻されている。メディアを再生する、DPL に傾向法に制御者が連結されている2000年代以降、 ウクライナ鉄道が運用するプッシュプル列車。イプル 2T 型電車やイプル 9T 型電車と同型だが動力を持たない旅客車両と半固定編成を組んでおり、DPL2 型は編成の一端に制御車が連結されている一方、DTL2 型は編成の両端が似て116型となっている。ありがとうございます。